い、どうもさん、ジョムシミオです。ブラックです。ということで、今回はウィニングレバープリスエンジンいっちゃっていこうと思うんですが、今回ですね、今週の格下で最強監督紹介していきたいと思います。それが七海浩史と、褒めがですね、ガスペリーニの初期型の褒めになっていて、オフェンシブ戦術とかがカウンターロングサイド流動的、フォアチェックサイドアグレで、ディフェンシブも変わらないですね。で、数値もオフェンシブディフェンシブ同じですね。サポート距離が8で、ラインの高さが、コンパンスが8で、これ初期のガスペとじゃ何が違うのかと。初期のガスペっていうのはポゼッション型なんですよね。この形でポゼッション型で、それの形でも全然強いんだけど、やっぱね、この形でカウンター、今回はロングかなの方が、やっぱりまあ下に選手が溜まってる分、特にこの両サイドのミッドフィルダー見てもらえば分かるんですけど、位置が低いんですよね。カウンターロングになってた方が上がってくる。結構使ってて思うのがですね、ディフェンスライン取った時に、このスンさんと、リオネルメッシですね、プレーしても出てくるんですけど、取った時にね、この2人の選手の立ち位置がね、やっぱ低い分、結構ここにピッて簡単に当てられるんですよ、球を。ちょっと5バックっぽくなるよ。家庭用版だとウィングバックっていうのを両サイドハーフにつけられるんですよ、はい、だからそうするとちょっとあの両サイドのハーフが戻ってくる、ね、みたいな位置取りをしてくれる監督ということで、はい、3バックでディフェンスとかね、パコパコやられちゃうっていう人にはこの監督結構おすすめ。攻撃もですね、俺はこっちの方がすごいやりやすくて、それなんでかっていうと、これが低いから攻撃はね、ちょっと弱くなるんじゃないかみたいな。立ち位置はこの辺にいた方が前の枚数が多い方がいいんじゃないかっていうのもあると思うんですけど、これね、低い方が絶対良くて、ここでボール持った時に、ほんとこの辺の低い位置でボール持って、ロナウドとか、まあこのデリップとか当てるんですよね。そうすると、こう中盤のね、カッカー、そしてこのエルマスがですね、結構走り込むスペースがめちゃめちゃ必然的に生まれてて、うん、で、ここの中盤3枚のトライアングルの距離感もものすごいいいんですよ。チェルビチェコとか、ギジサンシェフで、確かにあれ前にたくさんいる監督っていうのは、もともと初期位置が高いから、もうもともと選手がね、結構前線に入ってる場合が多いんですけど、この監督の場合って、この低い位置から縦に当てた時に、選手が一気になだれ込み式で入ってくるんですよ、後ろから。で、ウイニングイレブン、特にアプリだとカーソル変わらないんで、相手にとって守備で防ぎようがないような攻撃を仕掛けることができて、俺ね、めちゃくちゃこれ攻撃にしやすかったんですよね。今回のその、隠れ最強監督なんじゃないかなということで、はい、唯一の欠点がコストが低い。660だとちょっとコスト的には、まあ、ベンチ見てもらえば分かると思うんですけど、まあ、白玉4体、で、まあ、控えの3体しか連れていけない。はい、ということで、最後にですね、はい、疑似 3CF の3バックの形と、どれぐらい強いのか、はい、フレマやっていきたいと思います。Hoists it forward.
というふうにいきましょう。ちょっといいですね。でもライブアップであるといいね。まあそういう節約がね、そうやっぱりできるから、メッシとソン・フンミンの距離がやっぱり低いっていうのが、まあ、嫌だっていう人もいるかもしれないんだけど、ビルドアップとか苦手な人は絶対こっちの形の方がいいゴールチェックになる。なんでかっていうと、取った後にすぐ横につけれるから。で、2トップだとさ、その要するに横の幅がちょっと薄いじゃん。そうだから、まあ位置低い方が俺はいいかなと思うけど、マジマジ暴れるな。さあ、暴れるくん最初の時間やってますよ。やった、はい。え、なんで決めないの？めちゃめちゃいい走り込みしてる。いや、ザニオロすごいいい走り込みしてる。ちょっと待って、腹立つわ今の。なんで決めない、なんかなんやねんあれ。はい、おい、はい、うまっ。ちょっとしっくりきてるわこの携帯俺手でかいからさ、めちゃめちゃ。あー、まあね。おお、ちょ、勘弁して。まあ、ざけんなよ。何が？いや、いいね、やっぱメッシ。マジで翻弄されたわ。しっかり動いてるね。なんか。しっかり引っかかってくれてるわ。ちょっとなんか違う動きされたな。さあ、ここで奪った時に結構ね、このメッシの位置が見てほしいんですけど、ここなんだよね。次のってこう。あ、止まる。え、なんで、どうしたお前。行ける、あ、来た。いやいや、ちょっと。え、ちょっと、あ、ファウルじゃねえのかよ。あ、来た、腰。あ、え、こっちファウルなの。これはまあ、そんなぬるい攻撃は絶対やられないっていう。行け。いや嘘だろ。ちょっと待って、PK でしょ。顔面いかれてるやん。ガキすぎなんつ。え？よし、PK だろ。なんで？あ、ちょっと待って、出て。もうキーパー出すなよ。アドバンスあるあるっていうの、うん、キーパーで出しちゃう。悲しい。いやー、でザニオル決めてたでしょ、大体。さすがにね、これメッシがここにいるじゃん。ビルドアップはしやすいと思うんだよ。ここ中盤の距離感がめっちゃいいから、ここが、あ、結構選手が飛び込んでくる。そこ抜けんのかよ。作ってあげる。ちょっと待ってこれ強ない、この流れ。いや、めっちゃソーフミナイスクロスだった。そう、2ポイントアウトで。いや、ちょっと待って、来た。おーい、出た。ああ、これ。え？あい！よし！え？あ、ちょっと！チーム見して。あ、ちょっと！なにこれ？モナドの頑張り。うわ。どういうこと？何が？今のパス。意外性。ちょっと隙見せないといけないかな。おい。ダメだこれ、ポカホンタ FC になってる。あー、これポカホンタ FC 爆誕してるわこれ。おい。トゥトゥトゥしてるやん。いや、もうちょっとトゥトゥトゥしてるやん。なんでトゥトゥトゥってるの。ショコタンみたいな急に。いや、だって今ショコタンみたいな気を出すなよ。いや、だって今すり抜けてたんだ思いっきり。あー、もう邪魔。できた。邪魔だよお前。おい、いや勝てた。いや、ふざけんだよこれ。勝てたこれ、マジで。ザニオロとかと比べれば勝てた。惜しい。お、来た。やべ。ちょっとやめて、マジで。やばい。しいや、素晴らしい。でもパスこれ通るの、すんばらしい。ボあんたあんたの G 言うよ。ボもいい監督だね。